最初に見たらこの馬の印象を教えてください。まあすごく馬体としてはバランスがもともと取れてる馬ではありましたけど、まあ、お母さん自体もそうですし、そんなにサイズはまあめちゃくちゃ大きいかなっていう印象はなかったですね。ただすごい整った馬体であったなっていう感じです。今現時点でかなりも大きくなってるんですけども、成長過程含めて今の印象を教えてください。そうですね、本当にもともとちょっと僕の印象ではちょっとだけ細いかなみたいなのは最初は思ってたんですけど、もうここ青草が生え始めて外でよく動くようになってからもう馬体の成長が著しい。で特にまあお父さんに似てきたかなっていう、体つきになってきたかなっていう印象ですね。現在の気象面どういうふうな感じの馬ですか？すごくおとなしいですし、例えば僕が放牧地に行ってもちょっと興味深く寄ってきたりとか、特に人に対して悪さするとか全くないですね。はい、今後なんですけど、どういうふうに成長してほしいかというのは生産牧場さんの目線から見て一言お願いします。まあお父さんもモーリスで最近ちゃんと活躍馬もコンスタントに出してますし、馬自体もすごくバランスを取れてる、すごい力強い馬体をしてますんで、まあ大体同じぐらいの距離、お父さんと同じぐらいか、まあ、中距離ぐらいを目指して、よりどんどん身の何ですかね、中身を詰めて成長していってほしいなっていう印象です。